皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県羽島市副寿町枚方のカフェダイニング桜庭にお邪魔します。モーニングは午前9時から営業しています。定休日は水曜日と木曜日です。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。ここにカフェダイニング桜庭の看板があります。ここからが狭い道ですが、もう少し先になるともっと狭くなりますので注意してください。ここから狭くなります。注意してください。矢印のところがカフェダイニング桜庭と駐車場です。営業時間は午前9時から13時。テーブルの上にはサラダドレッシング、ジャム、蜂蜜などいろいろ置いてありますので、お好みで自由に使ってもいいみたいです。モーニングは日替わりモーニングとサンドイッチの2種類あるみたいで、日替わりモーニングはドリンク代込みの450円です。サンドイッチはプラス50円の500円です。カフェでラーメンは珍しいですね。ここのお店はすごくこだわりのあるお店です。料理はもちろん、料理以外のこだわりは桜です。例えば入り口付近と入り口のドアに桜、おしぼりの柄に桜、箸袋にも桜、また料理に使われてる人参も桜の形。まだあります。お味噌汁のお椀の底にも桜の絵がついています。またご飯の茶碗にも桜の絵がついています。お店の名前が桜庭なので桜にこだわって見えるみたいです。すごいこだわりですよね。これから出てくるモーニングの料理の素材にもこだわりがあります。ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。今回のモーニングはドリンク代込みの450円です。後ほど説明しますが、そんじゃそこらのモーニングとはわけが違います。ただものじゃないモーニングです。上から見るとこんな感じです。詳しく説明する前に簡単に品数だけ見ていきます。画面左から野菜サラダ、下に行って煮物、ゆで卵、ヨーグルト、トースト、お味噌汁、ご飯の7品がついています。ドリンクを入れると8品です。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初に画面左上のサラダから見ていきます。サラダですが、驚かないでください。サラダには17種類のいろんな野菜が入っています。次ですが、右のヨーグルトですが、ヨーグルトにはグラノーラが入って糖質 50% オフのブルーベリーソースがかかっています。次のお味噌汁には菜花、豆腐、揚げ、えのきなどが入っています。次ですが、次はご飯です。ご飯は20穀米です。ご飯には必ずおかずがつきます。今日は
がんも、切り干し大根、人参がついています。また、人参は桜の形に抜いてあります。次ですが、次はパンです。パンは、全粒粉パンです。ちなみに全粒粉は、表皮と胚芽から来る香ばしい風味と、歯ごたえのある食感を持っているみたいです。野菜サラダ、煮物、ゆで卵、ヨーグルト、トースト、お味噌汁、ご飯の7品の説明をしましたが、また、食べる時にも説明をしますので、よろしくお願いします。今の説明を聞かれて、どう思われましたか？かなり手間のかかってるモーニングですよね。食べるのが楽しみです。サラダですが、驚かないでください。サラダには17種類のいろんな野菜が入っています。ドレッシングがかかっていませんので、美味しいごまドレッシングがテーブルの上にありましたのでかけることにしました。さて、これから17種類の野菜が使われている野菜サラダを食べていきます。野菜が不足すると腸内環境が悪化しまいがちで、肌が荒れやすくなる、疲れやすくなる、免疫力の低下を招くなど、さまざまな不調が出てくるみたいです。野菜サラダにはいろんな野菜などが数多く入っていて、美味しいドレッシングが使われています。嬉しいです。お味噌汁は麹味噌が使われてるみたいです。またかまぼこ、菜花、豆腐、揚げ、えのきなどが入っています。美味しいお味噌汁です。ご飯は20穀米です。お店の人から20穀米って聞いてるだけで、どんな雑穀米が入ってるのかは聞いていませんが、食べるとしっとりとしたもちもち感がしますので、もち米が入っています。20穀米って聞くと何か体に良さそうな感じがしますね。トーストの裏はこんな感じです。トーストの表にはたっぷりとバターが塗ってあります。テーブルの上にブルーベリージャムが置いてありましたので、トーストにバターが塗ってありますが、その上にブルーベリージャムを塗ります。ブルーベリージャムは抗酸化作用に優れ、細胞が活性酸素に攻撃されるのを防いで、また脂質やコレステロールを抑えてくれる働きもあるみたいです。おかずはがんも、切り干し大根、人参がついています。また人参は桜の形に抜いてあります。お店の名前が桜庭なので、桜にこだわって見えるみたいです。今や全国に展開しているコーヒーチェーン店でも、モーニングの時間帯に行くとゆで卵が無料でついてくるようになりました。モーニング文化がだんだん広まっていく感じですね。ヨーグルトにはグラノーラが入って、糖質 50% オフのブルーベリーソースがかかっています。グラノーラですが、コーンフレークやミューズリーと同じシリアルの一つです。オーツ麦やナッツなどにシロップを絡めて焼き上げて作られてるみたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ここのお店はすごくこだわりのあるお店です。料理はもちろん、料理以外のこだわりは桜です。例えば入り口付近と入り口のドアに桜、おしぼりの柄に桜、
箸袋にも桜、また料理に使われてる人参も桜の形、お店の名前が桜葉なので桜にこだわって見えるみたいです。すごいこだわりですよね。これから出てくるモーニングの料理の素材にもこだわりがあります。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。